こちら衣笠キャンパスの体育館の近くにある農園に来ています。はじめまして、私たちは衣笠農園クライスという団体です。クライスでは大学で農業と園芸を行っています。クライスは大学職員と学生と地域の方々と一緒に SDGs の達成を目指しながら農業を行っています。では農園を案内します。どうぞ。だいぶ農園らしくなってきましたね。あそこに見えるのが今は使われていない修道院の建物です。ここの衣笠農園は修道院の跡地に畑を作って野菜や花を育てています。でこちらに見えるのが野菜畑です。こちらは先日ジャガイモを植え付けたばかりです。最近ほうれん草の芽が出始めました。そしてあちらに花壇があります。この寒い時期はノースポールが見頃です。4月になって暖かくなったらまたたくさんの花を植えようと考えています。春が楽しみですね。そうですね。そしてこちらに見える緑色の容器はタヒロンです。この中に学内で集めた落ち葉を入れています。こうやって発酵と分解をしながら野菜作りに適した土を作っています。私たちの活動は主に3つです。1つ目は腐葉土作りです。去年は大学の落ち葉約1万3000リットルを集めて腐葉土にしました。2つ目は地域の方々と行っている野菜と花の栽培です。立命館大学の食堂に提供し、去年は2176食販売することができました。3つ目は農園関係外の SDGs の達成を目指す活動です。去年は書き損じはがきキャンペーンを実施し、教育を普及するための595枚のはがきを集めることができました。クライスが始まったきっかけとしては、私がキャンパス内で捨てられている落ち葉を見てもったいないと思い、大学側へ掛け合ったことが始まりです。授業の間にキャンパスを歩いていて、清掃員の方々が落ち葉をビニール袋に詰めている光景を何度も目にしました。で、それが気になって清掃員の方に、その後落ち葉はどうなるんですかと話をしに行ったところ、ゴミ収集車が来て全て処分されますという話を伺いました。で、落ち葉はゴミじゃないし土に還るので、それはすごいもったいないことだなと思い、大学側へどうにか捨てないでもらえないかというお願いをしに行きました。で、そして地域連携課という部署につないでくださり、地域連携課の方々もその私のちょっとした意見にすごい賛同してくださいました。で、もともと地域連携課の中で大学の空いてる土地を使って、地域の方々と畑をしたいという構想があり、そこで私がもともと自然が好きだっていうのもあったので、一緒に畑作りをすることになりました。で、現在では地域の方々もたくさんいらっしゃって、みんなで学生とワイワイ畑作業をしています。で、私も1回生の時はそんな大学で何かできるとも思っていなくて、ただ落ち葉がもったいないって思ったところから、畑を学校で作ってみんなで作業をするというところまで大きくなるとは思っていませんでした。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。立命館大学ではこのように学生のやりたい気持ちを応援してくれる職員の方々がたくさんいます。皆さんが充実した学生生活を送れることを応援しています。農園では面白い学生や大学職員、地域の方々と出会うことができます。新しい出会いがたくさんありますよ。もし興味を持っていただけたなら、衣笠農園クライスで検索してみてください。衣笠農園でお待ちしています。